登録お願いします。八重の部屋着きました。すいません、最後爆睡しちゃいました。あ、すっきりした。ふぅ、着いたぜ、八重の部屋。八の部屋に着きましたが、どうですか。久しぶりの八の部屋。久しぶりらしいです。八戸に着きましたが、どうですか。許可のカメラ班に回ろうかな。天気いいですね。天気いいですね、すごい。晴れるとこがいるから、はい、スリーバイ日和ですね、これは。ね、本当そこがやりたかったね。でもキッチンカーもあるみたいだから。そうですね、楽しみです。キッチンカーちょっと楽しみで、はい、キッチンカー、はい、お疲れ様です。この間ありがとうございました。お久しぶりです。おはようございます。調子どうですか。調子は普通です。はい、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 いいですか。あ、どうも初めまして。黄色かけようと思って。どうも。ねえ、遠いよ。遠いっすね。めっちゃ遠いな。めっちゃ暑いな。そうそう。When I'm drunk, oh, and here I go again. Here I go again. You caught me with my inhibitions down, and I got all the secrets from my dirty mouth. I'm gonna need you to come wash it out. Cause I don't know how to shut my dirty mouth. 意外と暑いですね。時間が一番きついかもしれない。もう中寒いらしいっすよ。マジっすか。寒い、寒いって。やべえ。僕育ちからすると厳しい。あ、和歌山の。とりあえず回っとけばいいな。もう大丈夫。悪い後輩です、僕の。先輩いじりが半端じゃない。伝説の先輩所。一体伝説の先輩所。全然。被ってないし、やめとけ。なんならニカホのハンバーガー屋さんでかなりいじめられました。よく日体大のさ、コールあるじゃん、はい、有名な。あの世代、日体大ですか。その世代なの。その世代ですけど、あれはアメフト部がやるんですよ。あ、そうなの。バスケ部は、こうやってやるんですよ。これ、南條さんが一番詳しい。南條さん、これ、雨でしたっけ。っていうのがあります。5拍子だ。いろいろお店ありますね。いや、めっちゃ美味しそうです。たこ焼き、これあれですかね、全部青森とかのあれなんですかね。そうですね、多分そうですよね。とりあえず美味しそうっていうのと、いい匂いがするっていう。でも意外と人にぎわってますね、はい、全然あんまりないと思ってたんですけど、想像したよりめっちゃ人いました。どうですか、 3X の雰囲気はどうでした。いや、めっちゃ最高っすよ。あんな音楽流れて、あんな結構お客さんも普通にいっぱい入ってて、モチベーション爆上がりです。早く試合したいなと思いました。天気もいいし、最高ですね。気楽なもんすね。今日は応援だけなんで、気が楽です。チャンネル登録お願いします。
どうですか、マナムさん、今日は調子は暴れちゃおうかな、今日は暴れちゃおうかな。どんな試合にしたいですか。まず、ユーロ界である程度サイズあるからちょっといい戦いしたいかな。奇襲作戦は奇襲で。はい、どうすか調子。いやもう今日楽します。前回のリベンジもあるし、そうそう、この前仙台ボコボコにされて、まあ今日はやる気もあります。さらに頑張ります。頑張りましょう。新しいシャツを俺マスキング、ありがとうございます。どうすか調子は。調子の方はバッチシです。どんな試合になりそうですかね。まあでもやれることで精一杯やって、まあ、リベンジしたいので一発楽しみます。これ今日 T シャツでいいですか。 T シャツやばいですね。みんな着るから着ないですよ。今日こそ乗ったって今回もいいかな。今日サボったらあれですよ、まあ、それは怒りますけど、膝ついてスクリーンの上にサボったら全部サボる。やべ、靴下に。え？誰飲んで？誰が？あの、いるっすね。なんか、違うのよ。え、外出ちゃった？選手、外出られるの？いや、打てないわ。あ、打てないわ。ここでいい？はい。打てないですよ、その、入ってない。本橋さん、今日はどんなプレーを心がけていきますか。どんなプレー。いつも通り。いつも通り。平常心で。どんなことに期待したらいいですか、私たち。なんかゴール下のプレーとか、ありがとうございます。お願いします。また北海道。ありがとうございます。だいぶ緊張してるように見えます。バッチリ今日足震えてます。僕でもリラードのピンク買っちゃったスクールよ。まず前回のダメなところをしっかり今回生かして一つの上に見えるように頑張りましょう。よし、ワン、ツー、スリー、リラース、リラース。
今日前回リベンジや少しでもできるように頑張っていこう。ワン、ツー、スリー、スリーバース。ゲーム、ゴーゴーゴー。ゲーム、ゲーム、メンタル。いいね。ちょっとかなり気合い入ってますけど頑張ります。じゃあお疲れ様でした。いかがでした今日は。いや厳しかったです。強いチームだったんで、自分たちのやることも一回詰め直して頑張れたらいいなと思います。じゃあ次もまた頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうでした見ててチームメイトとして。いや僕も一緒に早く試合出れるようにこれから頑張りたいと思います。どうでした1試合目。1試合目。一言お願いします。なんだろう。バランスですか本当に。確かに今日できたところもあるんですけど、前のラウンドに比べてその消極的になったところもあるんで、そこのバランスちょっとしっかりです。はい、ちょっとなんだろう、もっと気合い入れなきゃです。2試合目どうでした。2試合目、2試合目はだろう、やっぱみんな気持ち切り替えてたっていうところがあって、でなんだろう、まあ相手裏ついたりとか、まあディフェンスだったりとか、まあリバウンドも頑張ってたし、まあそこに関してはすごく良かったなと思います。個人的な反省なんですけど、やっぱり自分がアタックしもっとしないとやっぱチームが生きないと思いますので、もっともっと努力して積んで、ちゃんと次のラウンドしっかり攻めようと思います。次も頑張ってください。はい、ありがとうございます。全体の試合どんな感じでした。うん、そうですね、前回にできなかったこと今回できたし、やっぱり皆さんの応援のおかげでみんなハッスルできたので、これからも応援よろしくお願いします。次回も頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。よし、ありがとうございました。前回のラウンドからだいぶ気持ちが上がったので、東京もなかなか滑られてたと思います。はい、お願いします。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。やっぱり前回のラウンドでできなかったことを今回のラウンドでできたから、次やっぱ宇都宮やるときに今までのダメだったところを活かしてつなげていけば、どんどんもっと上に行けるんではないかなって。まあ、今日結構強いできたところもあったから、
みんなでリバウンド絡めたし、あとは思い切ったシュート、それが多分今回なかったかな。あそこをもっとみんなで意識して持っていきましょう。今変わっていきましょう。ワンツースリー、シーラス。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日は応援ありがとうございました。これで自分も試合で出て秋田の人にアピールできたなと思うので、これからも秋田スティーラーズ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。期待します。ビヨーン君、またね。